こんにちは。樋口一葉の日記、若葉影の二回目をお送りします。ここから、吉田家花見集会について書かれています。渦き十一日、吉田香取子主の隅田川の家に、花見の縁に招かるる日なり、ともなる人々は、 死の君の狩りつどいて共に雪きたもうもおわしき。己は妹の垂れこめのみいて、春の風にも当たらぬが売れたければ、いでや共になどそそのかしていざないいでぬ。花曇りとかゆうらんように、少し空ちかすみて、日の影のけざやかならぬもいとよし。 上野農家は盛りすぎぬとか聞きつれど、花は盛りに月は熊なきをのみ目ずるものかは、井出やそのちり形の木陰こそお菓子絡めといえば、並びが丘の星の真似日にや、と妹なる人はうちへ見ぬ。さすがに思なくてえ言わずなりぬることもおかし。 我が住む家より上野の丘は遠きほどにてもなかりければまだ朝露の刺激ほどに木にけり危機圏ようにもあらず清水の御堂のあたりこそ大方移ろいたれど根源の宮城の右手の肩など若ぎながらまだ盛りなりきさとふく朝風の冷ややかなるに ぬれたる花びらの吹きとばかり散り乱るるはと惜しくて覆うばかりの袖もがななどいわまほしけれど例のと笑われんが後ろめたくてやみぬ隅田川にも心の急げば惜しきかげたちは慣れて車坂下るほどここは父君の世にいたまいしこ頃花の折しなれば 「いつもいつもおのれらともないたまいて朝夕立ちならしたまいしところよ」とゆっくりなく妹の語るを聞けば昔の春も面影に浮かぶ心地して「山桜今年も匂う花影に散りて帰らぬ君をこそ思え山桜今年も匂う花影に 知りて帰らぬ君をこそ思え心細しやなど言うままに朝露ならねど二人の袖はぬれ渡りぬ今日はここまでといたします。ありがとうございました。